中村さんの今のピッティ4日間あるじゃないですか、うん、中村さんのピッティルーティーンみたいな。ピッティルーティーンはね、はい、初日は流してみます。あ、流してずっと見ます、はい、全部見られますか？全部見ます、はいはい、で2日目は大体あの気になったところをこう見るのと、はい、まあ、あとお取引先様が見てくださいっていうところに、うん、まあ、こう連れて行かれて、いやこんなとこ見なくていいなっていうのを正直やったりするんだけど今戦々恐々としますいけないのもあってみたいなのもあって、でもね、できるだけ自分の目で歩いてみたいので、うん、まあ、フリーの時間があるのが本当は一番いいよね。ただなんかね、あれだよ、こうあのどっかで引っかかっちゃうと、うん、あの自分だけ巻いて一人で見に行ったりしてたからね。いや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 、高田さんだってこの時間もありますもんね、やっぱり朝ね、朝撮影タイムあれ朝ですね、朝早かったっすね。だから最終日も見に行くから、最終日は空いてるんで、はい、本当に総仕上げでバーッと全部、うん、もう一回見たいところね、こう見てっていう感じで見に行くので、結構4日間、はい、朝から晩までずっといますね。そうですよね、うん、なんか今って4日間いない方ももちろん多いですし、まあ多いね、4日目はもう移動のに使われる方も多いじゃないですか、うん、でもなんかビームスさんはなんか中村さん特に最初から最後までこういらっしゃるっていうイメージが本当にありますよね。本当にあの4日間早い、あっという間に過ぎですね。最近2日目、3日目だけ見ていなくなる人たちが結構多いですよ ね。初日来ないで、来ないでっていう人が4日目、うん、あの規模だとなかなか2日間で全部は見れないよ ね。 そうですね、細かく見ようと思うと、ね、かといってミラノで完結するかって言ったら、ミラノでピッティがフィレンツェであって、その後に各ブランドのショールームがミラノにあるので、ミラノに移動して各ブランド そのフルコレクションみたいなのを見て、うん、あの見ていくんですけど、ミラノに注力しちゃうと今度国内だけでいいじゃんみたいな感じになっちゃうし、そうですね、だから本当歩くね、うん、歩き回るんで足も痛くなるし、だからね、本当にね、それ夜ブログ書くじゃない俺、うん、で書いて、あの書いた後に風呂入ると風呂で寝ちゃうこと結構あるもんね、疲れてる。いや、ね、何時から書き始めるんですか？あれね、食事終わって、食事9時とかから始まるじゃないですか。そう、12時でしょ、はい、寝るのいつもピッチは3時とか4時だもん。前僕一回中村さんとご一緒したことがあって、はい、2軒目たまたまご一緒させていただいて、はい、何人かいらっしゃったんですけど、はい、もう12時は超えてたんですよ。で、あのなんかもう一本行くかって中村さん先にお帰りなんですけど、この後ブログ書かなきゃいけないとおっしゃってて、うわすげえと思ってこの後書くんだと思って。いやでもね、始めた頃は一生懸命あのやってて、だんだんあの辛くなってきて本当これ寝られたらどんなに楽だろうなと思うんだけど、もう一度やったからやめられない。ゴーストライターつけた方がいいね。まあそうだね、で真面目に書いちゃうんで、なんかね、写真ピッて入ってさ、適当なこと書いて終わりみたいにすればいいんだけど、それができないからなかなかね。あのでも即出しの情報はだから僕も見てましたし、いやいや 本当に見てる方多いと思いますよ、うん、あの情報を書いてピッて貼る写真もやっぱり選んでらっしゃるわけじゃないですか。 でその1日で要は300枚近く、うん、200枚とか撮ってて、うんね、その中からさらに深夜に見て選んで撮ってあれ中村さんがご自身で撮れてるやつですか？そうだよ、アシスタントがこういい写真撮りましたよ。僕は自分でもうずっと写真撮ってるんで、はい、だからあるね、ピッティがまあすごい盛り上がった時に、あるところの、ね、バイヤーさんが、まあ、いろんなブース行ってこうふんぞり返ってるわけですよ、こうやって、はい、こうやってね、偉そうにこうやって誰とは言わないんだけどさあるところのね、はい、でそれなのにその脇で俺がさ、こう膝ついてさ、俺写真撮ってるんだよでさ、俺もふんぞり返ってる方がかっこいいんだけどできねえなと思ってさ、もう今でも人に任せしない、全部自分で撮ってるんで。鏡ですよ、ピッティの会場とかたまにお一人で歩いて、はい、お一人でブースで写真撮られてる時見ますもん俺もだからね、なんかあの10年前ぐらいにね、なんかこうふんぞり返ってるの人見てね、はい、俺もふんぞり一回ふんぞり返ってみたいかなと思ってやっぱりできないなって思ってねいや、まあ、それで自分でまあ未だにやってるんだけど、まあ多分あのずっと行ってる間はやめられないね、きっとね、多分やると思う。いつまでピッティ行くか分かんないけど、けどなんか今こんだけそう行かれない方とか少なくなってる方がいらっしゃるんですけど、中村さんもあのもちろんコロナとか何もなければ、もちろん来年も毎回あの会社クビにならないうちは行きますよ
会社クビになったら G で行くしかないからでもその行く意味、一番の意味って改めて中村さんからそのピッティとはじゃないですけど、あのね、ドレスの展示会って前はまあ、あのピッティもあったし、それこそ90年代の前半ぐらいまではセムっていうパリの展示会もあったよね、うん、あとはニューヨークのコレクションでやっぱ展示会あったりとか、はい、まあ、いろいろあったんだけど、今って結局ピッティしかもうなくなっちゃったわけよ、うん、でピッティに行き続けるしか変化が見れないっていうところがあって、そのまあピッティなんかいつ行ったって変わんねえしょっていう人もいっぱい、はい、稲葉さんに言われたことあります、はい、だけどねそれは間違い で絶対にね小さい変化があって、その小さい変化ってのはすっごい大事なんだよ、うん、なぜかっていうとクラシックのファッションってモードみたいにガラッと変わることはないんで、うん、その小さい変化の積み重ねで、小さい変化が1年ごとに起きて3年ぐらいで結構変わったなっていうのが分かるので、うん、だからね、この生き続けることっていうのはねすっごい大事、うん、だから稲葉さんもね生き続けた方がいいよ、頑張ります、はい、1年ごとに行って2、3回行って、いやなんか面白くないからもう1回やめようみたいな、そうだ、ね、点で捉えてもやっぱり変化って少ないじゃないですか、はい、そう分からないんですよ、だからね、生き続けることが大事、生き続けて長く線にした時に、あ、こういうちょっと緩い曲線だったりがきっと見えてくる、はい、まあ、それがやっぱりもう20何年間もされてると その変化がもうすごいことに、ブランドの変化みたいな、同じブランドでもこう変わっていったっていうのがあって、うん、まあ、例えばあのブースの人も昔はものすごい勢いがあった人はこんなだなって、はい、僕なんかペーペーで見に行くとお前邪魔だとか言ってね、これボンとか肘打ち食らったりしてたのが今やのさ、やっぱちょっとね紆余曲折あって急にシュンとしちゃってなんかすごいこう腰の低いやつになってたりとかそういうの見るね、人のこういう生々しいですね、ね、もののその流れもそうなんだけど、人のこういうなとかブランドのこういうまあまあまあね、見に行ったりしてね、いなくなっちゃった方も多分いなくなった人もいっぱいいたし、まあバイヤーも本当に威張ってでかい顔した人がいなくなっちゃったりとかっていうのは本当にいるし、まあだからやっぱね、この業界謙虚に生きていかなきゃダメだなっていうので本当にね、ピッチ生きながらそのなんかね、人生模様を見てるようなまあ感じも27年間も行ってるとあるな、20数年間行ってるとあるなっていうの、いなくなったと思ってもまたいる人とかまたいる人とかもいるし不死鳥みたいな人とかもいるなかなか面白い、そういうふうに見るとねメンズドレス業界の縮図というか、まあまあ、本当そ そういうのはあるとか、人間模様もファッションも含めて、あともう一個、なんかやっぱりこう現地というかイタリア人とこう商売というかものづくりと一緒にこうやったりとかをしている中で、ピッティで実際会ってこうだよとか、うん、こういうことをしたいんだよって直接伝えられたりするのも重要ですよね。まあそうだね、なんかその物って物だけじゃなくて人の話を聞くっていうのと、うん、なんか そういうそれと物とあと人の気分みたいなのがあるじゃない、うん、それが僕よく言うのは合致した時にトレンドって生まれるんで、だから一方的にあのサプライヤーがこれだって言ってもみんな響かないし、うんうん、でもなんとなくいろんな人がこういう気分だよねっていうのと、それを実際になんかこう聞き始める人が、僕ら人を見てるから、人を見ててあ、なんかこういう人が少し増えてきてるなっていうのが初めてね、うん、合わさった時にあ、これトレンドになるなっていうんだけれども、多分ねそこまで見てる人が少ない、うんうん、僕はだから物と人の、まあそのスタイルの変化、うん、あと人の話っていうこの3つをね、やっぱ大事にしていかなきゃダメかなっていうのは、だからピッティに行って漠然とブース見てるだけでは何も分かんないよっていうのは、まあいつもそういうことなんですよね、うん、でも本当に逆の立場でもそうかなって思うのが、イタリアの人でこまめにこうやっぱり日本にプレコレクションで来る人、そう、来てる人とやっぱりずっとイタリアにしかいない人だと全然違うよね、ブランド自体が変わっちゃいますもんね。確かに確かに、それはすごい分かります。それって逆も一緒で、僕たちも日本ずっとオーダーしてたらきっとそういうことになるんだろうな、まあ、全然分かってないようになりそうなので、うん、やっぱり行って現地を感じて戻ってきて、うん、じゃあ実際どうなのみたいなのを繰り返さないとやっぱり分からないですよね。日本向けの記事提案してくる方って分かりますもんね、うん、はい、これはもう熟知してるなみたいなのは、うん、まあ、だから本当に昔は僕らね、初めて行った頃日本人何を分かってねとか言われて、すごい言われて、日本人も
日本人の人たちもみんな日本人同士であいつ分かってないとかこいつ分かってないとかみんな言い合ってたんだけど結果誰も分かってなかったっていう俺からしたら誰も分かってなかったじゃんみたいなのあるんだけど今だからね海外の人たちも日本がすごい大事なマーケットだからみんな日本にリサーチ来るでしょ。でやっぱり日本から得るものって最近僕らこんなこと言うと生意気だけど本当にあると思うのね。だから日本のバイヤーとか、まあ、本当に、ね、高田がしているようなスタイル のを真似する、うん、向こうの人たちも増えてきたし、はい、僕らがお店でやっているようなものもすごくやっぱり向こうがそれを参考にして増えたりというのはあるんでね、うん、だタブカラーとかさピンホールとかあんなのほとんどイタリアなくて、うん、でやっぱり日本人があれを目をつけて逆輸入みたいな感じでイタリアのシャツ屋がいっぱい作ったりとかっていうのも、ねはい、あるから、うんだから本当そういう風な形で時代は変わったかな。うん僕らの頃は本当にもう最初から日本人だから何も分かってねえよみたいな感じでめちゃくちゃ虐げられてたそうなんですもうめちゃくちゃ虐げられてた本当に。どうすか稲葉さんこれまだまだ、ね、あれですね終わらないけど聞き足りないことたくさんありますねいやでもやっぱピッティとはだけじゃなくて、うん、このピッティがメンズドレス業界のもう本当に代表するものだし中村さんの味方っていうのもちゃんと知れて、はい、非常にいい機会今度ね俺よりね2人が緊張するね信濃屋白井さんっていう人がね生き字引だからね白井さんに一回来てもらって、ね俺もね、まあ、白井さんもね、大先輩でもね、あれ、もう俺なんか足元に俺がないようなね、もう人だから。白井さんに来てもらったらね、二人ビビるかもしれないけどね、ここに白井さん座ってもらったら面白いかもしれない。全員緊張してカメラが震えてるかもしれない。カメラが震えるかもしれないけど、もうやっぱり白井さん今生き字引だよ、もう本当にさ。白井さんと中村さんの対談を2人いや俺も緊張するもん俺も緊張するから白井さんはやっぱりさすがでも白井さんすごいもう俺が本当に子供の頃からピッて言ってるぐらいだからねもうすごいよ最後にご一緒したのがおそらく15、6年もっと前かなぐらい最後に一緒にまあ最後の方はね一緒にすごく優しかったんで、はい、一緒にお食事フィレンツェとかでもさせていただいたりしたからまあねちょっと叶えは白井さんに来ていただくと面白いかもしれないぜひ本当に白井さんももちろんですけど白井さんに限らずそうです、ね、その業界偉人伝みたいな先に伺ってみたいですねその時はちょっと中村さん言っていただきたい、まあ、でもそのうちあんな人いたいなと俺も言われるけどあんな人いたねまだまだちょっと元気でやっていただいてはい、そんなところで、今日は稲葉さんの聞きたかった、はい、ありがとうございます本当にもう素晴らしい今日も多分皆さんも素晴らしい情報が来たね、ピッティって言ったってね今なかなかそう昔のことがわからないしねそうですね、まあ、そんな裏話があったんだみたいなね、うんはい、ところでいろいろはい、もっと面白い実名出せれば面白い話いっぱいあるちょっとそれもできない次はじゃあ実名ありでピーとか言うと面白いないんで、はい、ありがとうございます、はい、ということで、チャンネル登録とそれから高評価ですねもうよろしくお願いいたします。中村さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。